프린스네. 敵は撃った。だがまだ終わりではない。我らの戦いはここから始まるのだ。 勝ち時を上げよう。これで早々の南進に備えることができる。皆本当によくやってくれた。我ら新参も縮小の皆様と共に戦うことができた。この勝利喜びもひとしおというところか。ああ、俺たちも活躍できたしな。やれやれ、また調子に乗りよって。<笑>いいじゃない。 本当にみんなで頑張ったんだもの。全くです。少子一丸となって孫の未来を開けたのですから。へへ、中佑様嬉しそう。なんだか私まで嬉しくなっちゃう。しかして孫賢殿、この者の処断いかがなさるおつもりか。殿、 俺に任せてくれませんか。こいつは父上の仇。だったら俺が決着をつけるのは道理でしょう。ああ、俺が倒した奴の中におめえの親父がいたってのか。どうでもいいぜ。よくある話だろう、そんなもんはよ。松野田亮斗、観念よ。私との約束を覚えているか。 お前を倒せたら私の仲間になることを考え。そうだったな。殿、本気で言ってんのかな。俺はあんたの仲間を散々切ったんだぜ。言ったはずだ。私には一人でも多くの仲間が必要だと。観念、お前は何を望む、 何を求めて酵素に仕えていた。さあ、んなことはいちいち考えちゃいねえよ。ただ突っ走ってなきゃ収まらねえんだ。水族をやってようが酵素に仕えてようがよ、俺の中の何かがずっと渦巻いてやがる。逆に聞くぜ、あんたと行けばこの気持ちが収まんのかよ。ああ、 そうだ、観念。この孫厨房と共に来い。お前の熱きたぎりで孫悟の明日を切り開いてくれ。殿。<笑>面白え。んじゃ世話になるとすっか。殿って呼びゃいいんだよな。 認められるかっつうの。殿、俺は認めませんよ。亮斗、お前は父の後を継ぐのだ。両宗帰化の兵らは
今より全てお前に預ける。そんな、ちょっと待ってくださいよ。俺はまだそんな。誰もがそうなんだ。自分にはまだと思いつつ、自分の時が巡ってくる。私とてそうだった。だが時が来たならば立たねばならん。私もお前もだ。両党、私に力を貸してくれ。殿、ちょっと詰め込みすぎですって。俺は今何から考えればいいのかも分かりませんよ。すまない。だがお前ならば全てを返し前へ進めるはずだ。殿、やはり虎であったな、周囲よ。孫権殿とも孫策殿とも違う。しかし孫うことなき猛虎よ。はい、殿は必ずや真の王者となりましょう。伝令、殿、急報にございます。どうした、何があった。曹操が大軍を率いて南進を開始しました。慶州牧の劉曹は戦わずして降伏を決意しました。曹操軍はその勢いを保ちつつさらに南下を継続。このまま長江まで達する見込みです。なんだと。曹操、もはやそこまで手を打ってきたか。周囲、曹操の動きはどうだ。はっ、曹操の軍はすでに長江河岸に迫っています。相手は兵力で勝ります。長江を越えられれば退けることは至難。ゆえに何としてもその手前で押しとどめる必要があります。この一戦はあくまで時間稼ぎ、敵を制し対策を講じる時を得るためのものか。時間稼ぎであれやるしかあるまい。手をこまねいていては孫悟に明日はないからの。いや、いきなりとんでもない状況だな。まあなんとかするか。こういう時のために俺たちがいるんだ。頼もしい限り、畜生の皆様の力頼みとさせてもらいましょう。なるほどな。おめえらの強大な敵ってのはあの曹操だったのか。面白え。喧嘩の相手としてとびきりの上物だ。血がたぎってきたぜ。みんな頼んだぞ。優先せよ。しかし死ぬな。必ず生きて私の元へ戻ってくるのだ。では参りましょう。孫悟、私たちの帰るべき場所を守るために。曹操に長江を越えさせてはならん。何としても奴の進行を食い止めるのだ。戦線を押し戻したいところですが、それには曹操を一度退けねばなりませんね。ついてるぜ。はっはっ、待て、ここで決める。
美味しさ。超えは足りなかったか。決勝よし取ったり。尊敬する。決める。リリー様ってそんなに強かったんだ。王も無様な姿を晒すと、たかが水族と侮った報い。なんか曹操軍大したことなかったな。水の上じゃあんなもんか。5人がお相手いたす。お前が負のつい手に焼き付けられよ。こいつが強いな。おおりですごく目立っているわけだ。おい、炎症陣分煙がお相手しよう。戦力ではこちらが優勢だったはずだ。